乃木坂46が29日放送の日本テレビ系バズリズム02毎週金曜日深夜0時59分この日は深夜1時39分に出演。山下美月と久保詩織が休日の過ごし方や自宅での食事事情を明かした。乃木坂46山下美月、休日の過ごし方を明かす街頭でのイメージ調査で、一人でビールを飲んでいそう。お酒が好きそうと言われた山下は、めちゃくちゃ合ってますねとイメージ通りだと口に、休日はずっと昼から飲みながら、キッチンに椅子を置いてずっと食べてると休日はキッチンでずっと飲んで食べていると話した。さらに山下は、お仕事から帰ってきまして、お風呂に入ってすっぴんになり、もう深夜ですね。今からご飯を食べたいと思いますと自宅で撮影した自撮りの食事動画も公開、毎晩のようにお米を炊いてだいたい一人で一合ですかね、と、お米が好きすぎる、ことを明かした山下は、佃煮とお米、塩辛とお米など米が主な食事をしているといい、動画ではウニを乗せてそれだけで美味しそうにご飯を食べている様子を見せた。乃木坂46久保詩織、パン作り動画を公開また、久保も自宅でのパン作り動画を公開、塩パンが大好物で、パン作りに目覚めましたという久保は、一次発酵前の生地から焼き上がりまで、そしてそれを食べている姿を自撮りした。本格的な制作過程と見た目の塩パンにメンバーからは、すごいと驚きの声が上がり、MC のバカリズムも、これ、本当に、すごいねと称賛した。